はい、どうも、ケツマチです。はい、どうも、ケンさんでございます。はい、というわけで、まぁ、ちょっと前になりますけども、はい、ザ・ミュージック・デイっていうね、はい、番組がものすごい長い時間やってたわけなんです。音楽番組もやりましたね。はい。まぁ、その中でね、一つ、こう、お披露目があったのが、はい、センチメンタル・トレイン。というわけで、総選挙の楽曲でした。うん。うん、俺は、第一印象、すごいいい曲だなと思います。いや、なんか AKB らしくて、うん、アイドルっぽいアイドルソング、うん、で、俺個人的に言うと自分が好きな曲調というかね、そうですね、うん、アイドル系の結構王道ソング好きですよね。そうなんですよ、うん、そういった意味ではまた神曲来たと思ったんだけど、はい、まあここで一個ね、どうしてもこう出てきちゃうのが、うん、センター不在のヒロだったんですね、ジェリナさんね。まあ、番組でも取り上げられてましたけど、センター不在で初披露みたいな感じになってましたけどね、うん、確かに、いや結構それこそもう休養、長期休養に入るって形で、うん、それこそプロデュース48あったじゃないですか、うん、あれも辞退っていう形になったっていう話なんで、うん、全部悪めなんだろうね、悪い方向に出ちゃったんだろうなって思って、そうだね、うん、いい方向にやろうとしてるのが、うん、なんかそれがちょっと悪い感じに見えちゃってるのが、裏目に出ちゃった、そう、裏目に全部出てちゃったのが原因なのかなと思って、うん、そうだね、いやなんかうちらとしてはやっぱりね、精神面でいろいろ来たものもあると思うので、いや多分ね、その体調不良もあると思うんで、もちろん頑張ってきて、うん、それのプレッシャーから解き放たれたっていうので、うん、一気に具合悪くなるっていうのも分かるし、うん、もうなんかあの日自体、あの一日自体がもうちょっとおかしかったじゃないですか。確かにね、うん、まあ多分その精神面もあるんだけど、うん、多分体もおかしかったんだろうなっていうのを見てが分かってたんで、うん、そういった意味ではなんか逆にいいきっかけなのかなと、そうだね、なんだろう、こう気持ちをリフレッシュさせて、うん、ちゃんと次の AKB 時代を作っていこうっていう前触れというか、うん、そうね、その休みの期間もあっていいのかなって、確かに大事ですよね、うん、でも、うんうん、そうですね、結構こうネットとか見てても批判のやつが多かったんですよ、うんうん、まあうちらもなんかあれは良くなかったよねみたいな話もしたけど、うん、なんかパッと見でやっぱそういう風に見えたのは事実なんだけど、うん、多分そういう風に思ってジェリナさんもやってない、そうだね、わけじゃないですか、いろんな思いはあると思うから、そうっていうのもうちら分かってというか、うん、っていうのがあったんで、ちょっとね、悪い方向に出ちゃったねっていう感じには動画にしましたけど、そうですね、うん、だからそこを叩く人たちがたくさんいるわけなんで、うん、ね、なんて言うんだろうね、そう、そのネットの怖さというか難しさというか、確かにね、どれが正解とは言えないけど、うん、でもそうね、これはなかったんじゃないか、これはダメだろうとか、うん、いろいろあったと思うんだけど、まあね、そうですね、まあそれを言い始めると本当にキリがないんだけどさ、確かに、まあ、ただセンター様ですよ、そうですよ、言っても、うんうん、センターですから、それがもう事実なわけだし、はい、今後もうセンターって世界選抜ですからね、うん、世界選抜のセンターなんで、うん、もうそうなってるっていう事実があるんで、はい、それを一個本当に武器にしてほしいよね、そうですね、10周年の節目ですし、うんうん、SKE がすごい頑張った総選挙だったわけだし、そうだね、うん、それも誇りに思って、まあ、本人も動いてると思うけど、はい、ね、なんか悪いところばっかりで多分精神面来てるのもあると思うけど、うん、そればっかりじゃなかったのも見えてると思うんで、そうですね、うん、ちょっとそれを糧に頑張ってほしいなっていう気がしますね、はい、そうですね、まあ、精神面プラス体調不良にしろ、まあ、俺たちは元気になってほしいと本音で思ってる、そうですね、元気になってほしいし、もうなんだろう、やっぱ引っ張っていくジュリーナがみたいなね、そうだね、うん、っていう気がするよね、はい、でやっぱセンター不在の楽曲でずっと続くっていうのも、うん、やっぱちょっと違和感が残る、そうだね、でやっぱそれはしっかりね、うんうん、しっかりこう復帰で披露できる場があるといいのかなって気がする、そうですね、それを楽しみに、そうですね、まあ長期期間の休養がどれぐらいになるのかとか、うん、もう本当に明日明後日で治るのか、うん、はたまたもうすごい長い期間休んじゃうのかっていうのは分からないけど、はい、まあそうですね、元気になって、結構最近多いじゃないですか、精神
的にやられちゃって出てこれないのかなみたいなメンバー結構いらっしゃいますね、まあ、体調不良っていうのも含めてのなんかこれってやっぱ精神的に来てるんだろうなみたいなやっぱあるじゃないですか、はい、そういうメンバーが多くなってるのも事実だと思うんだけど、はい、ね、なんかこう気持ちをリフレッシュさせて休めてるのもいい手だと思うよね、はい、いいことだと思う、いいことだと思う、そうですね、気持ちを切り替えると、うん、大事ですよね、うん、早く復帰してる姿で見たいな、そうですね、しっかり全員いるフルメンバーの選抜総選挙メンバーで見たいですね、はい、そうですね、学選抜大会でそのメンバーでねちゃんと見たいですね、そうですね、はい、まあ、あの9月19日発売なんで、はい、それまでに戻ってくるのかどうかっていうところもね、はい、あると思うんで、はい、その辺もね随時追っていければいいかなと思いながら、はい、ちょっとね期待して待とうかなと思いますね、はい、その動画を撮らせていただきました、はい、まあ皆さんねいろいろ感じることもあると思うんで、その辺ちょっとね、はい、ぜひコメントとかで話し合いをできればいいかなと、ね、はい、いただければ嬉しいです、はい、まあ、ちょっとね最近コメントを返せてないことも多かったりするんですけど、はい、全部見通してるんでちゃんと見てます、はい、まあ、その辺も含めてね、はい、うん、返せるものには返していくし、はい、っていうのも含めて、まあ、ちゃんと見てるよっていうのもねあの伝わってればいいなと思うんで、はい、はい、そんな感じの動画でございます、はい、頑張ります、はい、終わります、動画見ていただきありがとうございます、概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください、チャンネル登録お願いします、ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ、それではまたお会いしましょう、バイバイ。